皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエストビルダーズ実況プレイパート8やっていきたいと思います。はい、今回またね、旅の扉の先に行って、まあね、いろんな村の人からなんか、いろんな技を覚えるためのクエストとか、まあなんか新しく街を守るための設備のね、情報を仕入れてこいとかいうふうに言われていました。でね、撮影会でがっつりと、街づくりをしまして、その状態が今こちらでございます。どうでしょうか、ちょっとやりすぎかな。はい、街をねもうねほぼ砦の状態にしてみました。まあレンガだからね、まだ簡単に壊れてしまうし、まだ外側に微妙に俺の工事の跡が残ってるんですけれども、こんな感じでね、いろいろと設備を作る予定のね、場所をいくつか作ってみました。まずね、一応こちら初めての個室となっているのが、まあ自分のね、部屋ですね。で、まあここに、いずれ、こう、公園か何か、花でもいっぱい植えてみようかなと思ってます。で、こちらからね、左に行くと、またこちらも個室。こっちにはピリンの部屋があります。で、こっからずーっと階段でね、下に行くと、ご飯どころ。ご飯、ここでね、ご飯を食べるわけなんですけども、まあ、この部屋を作ってると、まあ、料理、勝手に村人がね、勝手に料理を作って、ここの中に入れてくれるっていうのと、あとなんか拠点内にいると、お腹が減らなくなるんですよね。これはね、非常に便利ですね。はい。じゃあ、今度下に行きましょうか。地下室も作りました。で、地下にはまず、わらホテル。住人の HP が 20% アップと。まあね、女の子ピリンにはね、上の階で寝てもらって、野郎どもはここで寝てろよということです。で、まあこっちにグッと来ると、この辺もね、また公園にしようかなと思ってます。でね、水をね、どっかから持ってくることはできないんですけれども、近くにある水辺からね、頑張ってここ地面を掘って水を持ってきました。はい。で、こちらが、まあ階段の部屋で、一応ここから上に行くと、鍋の部屋につながっていて、はしごでね、鍋の部屋に直接上がれるようになっています。はい、こんな感じです。これね、町の人が作ってくれた展示台。いいでしょう。はい。で、また地下の、今度ね、どっちのかな、こっちか。ここも一応今のところ何も予定のないただの広場です。で、こちらには、宝箱をいっぱい集めて、ここに、まあ、大倉庫と置いて、まあ、金庫っていうか、まあ、本当に倉庫ですね。倉庫に使おうと思って、こういう部屋を作りました。で、この、まあ、他に、この中に4つ部屋があるんですけど、ここら辺は一応、わらの、レアということで、まあ、この先にね、ちょっと旅のほぼこら作ったんですけども、まあ、ここに作業台を置いてみたり、ちょっとね、旅の扉から持ってすぐに寝られるように用意してみました。まあ、近くにね、ホテルもあるんですが。で、こっちが壺だらけの部屋。いっぱい壺を置いて、中に、このなんだっけ、収納箱か、を置いたらね、なんか、住人が勝手に、壺やらタイルやら勝手にね、この箱の中に入れてくれる部屋が完成しました。で、こっちは、この先の階段の部屋ですね。で、こちら側には、ファイアルーム。いろんな種類の松明、松明とか、まあ、焚き火関連を置いたらね、この部屋作ってるだけで、松明の、照らしてくれる範囲が少し広がるみたいですね。はい。で、もう片方が、この階段を上がっていくと、こちらはまた空き部屋。今ね、ピリンに、着替えられる部屋を作ってほしいと言われているので、ここをね、その部屋にしようかなと思っています。で、まあ、この上に上がっていくと、石と炉の本格工房という風になっています。ここでね、まあ、いろんなアイテムを
ね、町の人たちが勝手に作って入れてくれるわけです。はい。でね、拠点レベルもご覧ください。レベル5まで上がりました。どうやらレベル5がマックスみたいですね。まあでもまだまだね、多分作れるものいっぱいあると思うんで、もし面白そうなものがあったらまたガンガン作っていきたいなと思います。さて、いい加減ね、ね、モンスターの襲撃に耐えうる状態を作らなければというわけでね、早速冒険していきましょう。ご飯食べてねえや。ごめん、ご飯食べるわ。焼ききのこね。ここも地味に部屋の状態にして寝られるようにしておきました。さて、ね、この辺はですね、もうだいたい冒険をして回収は一通り済ませたので、まあ、サブ的なね要素とか済ませて、まあ、世界地図を入手してみたり、なんだっけか、はしごの作り方もね、この近辺にいる大木槌から教わりました。まあ、鍋の部屋に上がるときはね、基本的にはしごか、まあ、本格工房か、あとはピリンの部屋から階段でね上がってこれるようになっています。おっと、ちょっと待って、撮影ソフト今かくついた？大丈夫かな？大丈夫だな。いや、やってみよう。あ、やっぱかくついてんな。ちょっと待ってね。はい、すいません、やっていきます。ちょっとかくついたみたいですけど、訪れとかはなかったんで、一応このまま撮影をねしていこうと思います。いや、早くも夜になっちゃった。一応ね、土は持ってきてるんで、さっと部屋作ろうと思えば作れるんですけど、いて落ちた。あ、痛い。ごめんごめん。ご飯はいっぱい持ってきてるしね。おっと、なんだ、うわ、鉄のサソリ。あ、これ倒せって言われてたな。そうか、これを倒してなんか新しい技術を覚えるのか。いって、まずね、周りのキメラが、おお、鉄のサソリとか銅の剣と戦ったりしないでしょ。おい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 、ドラクエ1の実況でも俺こうしたとき鉄の斧とか遊びしてたぞ。あ、でも結構いけんな。あ、いけるいけるいける。おっ、よっしゃ、どうだ。ケッパーから依頼された目的を開発した。あ、やっぱりこれでいいんだ。オッケーオッケー。こっち側に来るのは初めてなんですよ。ね、この先は動画で撮ろうと思って、高台からね、先には来なかったんですよね。いやー、にしても夜になっちゃった。ちょっと待って、近くになんか建物なかった今。あれ、あたた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 た。ちょっとここを、ちょっとね、修理して。寝られるようにしよう。あれ、あれ、部屋の条件満たしていない。ちょっと待って、あー、多分あの木だな、邪魔くさ。この木を、あ、石か、このせいか、違う、ほい、 OK、 これで寝られる。あ、砂利石、あ、あれ砂利石なんだ。普通の石と何が違う？普通の石はハンマーで壊しても取れなかったのに取れるんだ。あ、よく見たらメモあんじゃん。なこれ、古い紙に何か書いてある。岩山の先にある城塞から僕はどうにかここまで逃げてきた。あそこはやばい。あの城塞には魔物が住んでいる。あの城塞はメルキトの人間の最後の希望だと思っていたのに、あそこには何があっても絶対に近づかない方がいい。かなり昔に書かれたもののようだ。書かれた文字はここで終わっている。なるほど。ちょっとこれもらっていこう。もし寝たくなったらね、ここに松明一本ポンって置けばいいでしょ。あ、置いておけばいいのか。オッケー。さあ、引き続き冒険をしていこう。まあ、あれで多分ケッパーに報告をしたら、また何か、ね、新しい要素が出てくるとは思うんだけど、この白いのが砂利石？ああ、それっぽいな。ただ特に何もひらめかないんだね。なんだこれは、普通にレンガ。あ、城の壁。へえ、まあ別に集めたからってそれを量産できなければ、なんか建設に使えたりとかもで、ね、ないからな。
こういうところとかね、しっかり確認してね。洞窟とかあったら入ってみたいからね。なんだ、俺と勝負するのか。いて、ごめん。いて。ほら。こっ。ほら。戦闘はだいぶ慣れました。手ながら結構ね、殴られてたけどね。さて、じゃあ、この先に、何ここ、ここ越えていけばいいの？目的地は、あ、目的地はの、この先か。マジか。あ、ここちょっと足場なんだよ。外側をね、こう。って言って、この上の方に何かあったりしたかな。土で道作っていくか。道がなければ作ればいいのさ。これはダメだろ。よいしょ。ほい。ほい。ほい。よっ。さてさて。この辺にいるのは、まあ見慣れてますね。キメラだ。特に新しい感じの何かがあるわけではない。こういうくぼんだところ気になるんだよな。洞窟発見。ほらね、ほらね。ここはなんだ。松明を持っていこう。おおおおおお、なんだこの、ちょっとした、なんか雰囲気漂う場所だけど、なんにもねー。なんにもねー。いや、せっかくだからね、この辺の石ころもらっていこう。まあ、撮影会でいっぱい撮ったからいいか。秋っぽい性格なのかな、俺最近。さてさて。おっと、敵が。ほっ。銅の剣とね、革の鎧でしっかりとね、防御を固めてますんで、結構強いですよ。この辺の銅の鉱石ちょっともったいないので後で回収します。あ、そこにも洞窟あるの？マジで？行くとこいっぱいあるな。お金。松明。さて、こっちには何かあるかな。いやー、ここも何もないか。あー、ここもなんか鉱脈っぽくなってるだけか。これだっていう発見がないですね。木邪魔。見えない。じゃあいいや、先に進みますか。これどうしよう、どうやけばいいんだ。ここか。ほい。ほい。おお、次。はい。ほい。ほい。ほ、ほ。よいしょ。お、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 お。ちょっといい感じの雰囲気になったぞ。お、危ねえ。この野郎。いて。うわ、なんかいっぱい来た。よいしょ。よし。お、これなんだ。これ麦じゃねえ。あ、小麦。パン。いや、パン。え、3分の4マスだから、キノコよりは作れないんだね。あ、でもそれでもいいや。やっとキノコと卵以外食えるんだ。いや、まあ卵結構贅沢だけど。今までね、果物か、キノコか、あとなんだっけ。あ、あそこなんかあるな。今までね、果物か、キノコか、卵か、枝豆か、サラダか。いやー、まあ、パンも嬉しいけど、いい加減肉食いてえな、肉。やっぱ肉だよね。なんだ、あいつめって言ってる。おお、人間、おいらは悔しい。悔しいぞ。実はな、
オイラと隣のあいつは里の造園家を目指して競っているんだが、どうやらあいつの方が才能があるらしくてな、長老の台をすぐに作り上げちまったんだ。なら人間、なんとかオイラの庭園作りを手伝ってくれないか。あいつのやり方にはきっと何か秘密があるはずだ。あいつから造園の秘密を聞き出して、あいつの庭園をここに作り上げてくれ。それ俺が作って意味あんの？いや。おう、人間さん、どうです？私が作ったこの庭園は。長老から聞いています。あなたがものづくりの力を持つビルダーだと。きっとあなたならこんな庭園すぐに作ることができますよ。いいですか、庭園を作るには草花スコップを使えばいいんです。草花スコップ、まだ作り方わかんないな。草花スコップなら普段は素材になる造花も、あ、草花も、そのまま手に入れることができます。あ、なるほど、形を崩さずにってことか。例えばあれだよね、薬草、薬の葉として出てきちゃうけども、それあれもっさりとしたあのまま取れたり、花とかもそのまま取れるんですよね。なるほど。それを地面に置いて柵で囲えばこんな庭園すぐに作れちゃうってわけです。もちろん、もしあなたがスコップを作り出せたらの話ですけどね。その作り方もついて、今毒様だった。おーおーおー、毒素、毒素。その草花スコップの作り方を教えてくれよ。まあもしかしたらなんか素材を拾ってまたひらめくパターンなのかな。ここの洞窟も特に何もないのか。うわぁ、なんもねー。わぁ、夜になってきたぞ。洞窟見つけたら入りたいから、こういう端っこ、おいや、新しいところはワクワクするね。この洞窟には見て、おおい、なんだ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 、びっくりした。モンスターか。何、ストーンスライム的な。ストーンスライムってもともとこんな形じゃないよね。ああいう感じの敵も出てくんのか。しかもここも何にもねえし、参ったね。いや、しかし暗くなってきたぞ。いい加減にどうにかしないと。あれ、そこも、あ、ここも洞窟。あれ、今出てきたのがここじゃないよね。あれ、あ、なんか全然雰囲気違う気がする。止まりか。てい。ごめん。寝込みを襲ってしまった。おっ、こいつ。いて。ほら。口ほどにもない。いや、しかし夜か。いやー、なんか特別な、なんか何もないな。何かあることを期待してこんなところまで来ては見たものの、待て、中にあるか。砂利って何に使うんだ。ちょっと待て、お前、よっしゃ。いやー、暗いなー。ご両親。戦いもだいぶ慣れましたって言ってる人間がね、ご両親するっていうね。よいしょ。高いところに登っては見たものの、特別面白いものがあるわけではない。しかもこれ大陸の端っこじゃない？あ、そうだね、なんかある。うわー、なんか、え？そこも洞窟ってんの？洞窟ってんのってなんか新しい単語作っちゃったけど。うわー、危ねえ。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。ん？ここにも洞窟なかった今。あー、あった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 。え？今の何？
え、今何の音？まあいいや、持ってきてるかもしかして。来てないな。うん、古い紙に文字が書かれている。なんとかあの城塞から逃げ出すことができた。あんなところで暮らすよりも一人で野垂れ死んだ方がマシだ。しかしもしここに俺の屍が無残に投げ出されていたら、墓を建てて埋葬してくれると嬉しい。俺の願いを聞いてくれれば、あの城塞から持ち出した宝をやろう。かなり昔に書かれたもののような書かれた文字はここで終わっている。あー、なんかお墓かなんか作ってあげればいいのか。ちょっと待って、先にちょっとこの辺で寝よ。こんなところで寝るの不気味だけどさ、出られねえ。ちょっと待った。え、ちょっと待って、出られねえ。びっくりしたー。ちょっと待って、多分これね、壊すとまずいよね。怒られる。ちゃんとね、直すから。このお墓にね、ちゃんと邪魔しないようにね。ごめんね、寝床を求めてます。多分もうね、何気に朝なったね。あ、じゃあいいや。よいしょ。いや、お邪魔しました。なるほど、ここになんかあるんだな。ちょっとここら辺ちょっと分かりやすいようにしとこうかな。ここにここになんかありますよみたいな。よし、じゃあ先を急ぎましょう。危ねえ、ここ危ねえ。やべ、せっかくの足場が。ほっ、あ、来るのか。あ、お前来るのか。これねえだろそれ。はまってんじゃん自分で。ダメじゃん。あーん、あ、白い。おおおおおお、白、白？え？何あの、何メルキドの近くだから一応ここドムドーラ的な、あのロトの鎧を拾ったドムドーラですか？なんかケッパーみたいな人いる。ほっほっ。なんだこれ。無念だ、無念だ、あまりに無念だ。この無念さを伝えられないのがまた無念だ。おお、ひょっとして君には私の姿が見えるのかい。私はこの地を守るべく竜王軍と最後まで戦ったメルキドの兵士だったんだ。町を守る石の守りを思いついた矢先に魔物にやられてね。それが無念で仕方ない。そうだ、私のことが見える君に石の守りの使い方を教えよう。まずはこの石垣とトゲ罠で私の足元にある石の守りを完成させてくれ。石垣を3個、トゲ罠を2個。あ、そう。ちょっと待ってね。いらないもの預けよう。砂利って何ですかね、これ。あ、しました。トゲ罠と、石垣。石垣結構ね、壊してたからね。あ、待って、これ危ない。あ、ああ、ああ、ビルダーは別に踏んでもいいんだ。なるほどね。で、これをこうして、これでいいの？お、石の守りが完成したな。これで魔物たちを罠にかけられるぞ。は？さあ、あの3匹の魔物を誘い出し、私の隣に来てみたまえ。はっはっは。あ、ちょっと待って、ここ壊せない。なるほど。そして弱ったところを、違う。ほっ。これは便利だ。高みの見物ってやつですね。
便利じゃんこれ、すげえ。あ、これがロロンドが欲しがっていた石の守りか。おお、素晴らしくうまくいったな。どうだい、魔物が硬い壁に引っかかっているうちにトゲ罠でダメージを与えて倒すっていう仕掛けさ。ん？私の後ろにあるお城は誰のお城かって？この建物はお城というより人々が魔物から身を守るシェルターだったんだ。メルキドを破壊された人々は最後の砦としてなんとかこの城塞を作り、中に閉じこもって魔物たちの攻撃から逃れようとしたんだ。だけどやがてこのシェルターの中にもとある魔物が現れて。おっとすまない、随分陰気臭い話をしてしまったね。もし石の守りの設計図がまだないなら城にいる ローニア様に聞いてみてくれ。ありがとう、死人の私に付き合ってくれて嬉しかったよ。あ、消えた。なるほど、このお城を探索すればこの守りの作り方がわかるんだ。あ、あー、スライムかわいそうに。いやー、いいや、せっかくだからこれもらっていこうっと。いや、これはいいね、便利だ便利だ。なるほどね、じゃあこのお城を探検してみますか。まあ次回だね。うん、ちょっとこれだけ全部壊す。おお、お、石垣飾り、へえ、いいね。町をこの、あ、大木槌これ壊せなかったみたいだから、これをね、町の周りにぐるっと覆ってやったら強いんじゃないか。よし、それで行ってみよう。ギリギリね、なんだろう、なんかこう硬い城壁的なやつ作れないかなと思って、町の範囲よりも1マス手前にね、下げたんですよね。30×30 で町を作って、残りの30×30 で作って、残りの周りをね何で囲もうかなみたいなね。じゃあ今回ここまでにして、次回ねこの荒れ果てたお城をね探検してみようと思います。よし、はい、ではドラゴンクエストビルダーズ実況プレイパート8と最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。